始まりました、寄り道散歩。我々福井県住みます芸人カリマンタンの相田隼人と、はい、そして福井県鯖江市生まれの高橋睦男でございます。この寄り道散歩をご覧の皆様、いきますよ、カリミース、カリピース、はい、苦しない、苦しない、ない、うん、さあ今日もね、あの寄り道散歩ですけども、そう、まあまあ今日はですね、こちらの三国運動公園来ております。はい、スポーツの秋だから、いや、スポーツの秋だから、はい、まあでも別にここで何かするわけではないです。なんかここずっと散歩するんでしません。ここをスタートしてゴールは三国サンセットビーチです。ああ、で、うん、ビーチフラッグをやればいい。好きにスポーツの秋として、うん、自分でやったらいいよ。一人で、一人でやりゃいいよ。バカじゃん、なんだそれ。一人でビーチでやれよ。いや、でもね、あのその三国サンセットビーチがなんか日本の夕日百選に入ってるらしくて、おう、まあ、さぞかし綺麗なね、夕日が見れると思いますんで。相手とどっちが綺麗だろうね、これ。いや、サンセットビーチだろ。どう考えてもサンセットビーチだろ。いや、じゃあ俺相手に行ってよ。入れなくていいよ、恥ずかしいわけ。あの同情票な、うるせえ。とりあえずだから、その綺麗な夕日見るために、はい、今日はサンセットビーチまでね、はい、散歩しましょう。散歩でいいの。はい、散歩しましょう。走らなくていい、走らなくていい、散歩です。散歩行きましょう。スポーツの秋だから、うん、いいよ。競歩、うるさいな。競歩でいいか。なんで競歩なの。寄り道競歩になっちゃうとしたスポーツの秋だから。いや、うるせえな、スポーツの秋だから。サンセットビーチって何したい、うん、何したい、うん、いや、でもやっぱ夕日見れるんだったらさ、夕日だけ。いや、サンセットビーチ夕ぐらいだから夕日じゃないの。一緒に海入んない。入らないです。ちょっと何あれやな、え、寄り道するか。早いな。ちょっと一服するか。もう一服する。カフェスタートしたばっかりよ、うん、でももうとりあえず、あの、うん、散歩は寄り道でしたらなんぼなんだから、うん、いや、まあまあそうなんだけど、とりあえずちょっと一服して一服までのね、感覚が早いのよな。失礼します。いい匂いする。めっちゃいい匂いする。人もいっぱいいて。こんにちは。あの、おすすめのアイスコーヒーありますか。はい、今ちょっとあの好きなものでアイスコーヒーを作りできるんですけど、はい、エルサルバドルとかすごくフルーツフレーバーがして綺麗な。はいはいはい、はい、あと僕そのお島とか、はい、河川、はい、これは気になったんですけど、こちらお島ブレンドがお島をこうイメージして、はい、あのブレンドしたコーヒーなんですけど、ちょっと深入りのビターなブレンドなんです、はいはい、でこちら河川は三国の友情をイメージしたコーヒーで、はい、浅入りでちょっとすっきり系のアイスコーヒーなんです。なるほど、はい、お島のアイスコーヒー、はい、ありがとうございます。じゃあ僕このエルサルバドル、はい、ありがとうございます、はい、よく読めたな、はい、読めるわ。じゃあお待ちください。カリマンタのライブと一緒やな。目の前で見れるのがいい。そう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 。別にカリマンタに限った話じゃない。それは。そうだね。うん、シマブレンドの深入りのアイスコーヒーです。はい、します。エルサルバドルのアイスコーヒー。エルサルバドル。エルサルバドル。なんかちょっと色が違う。ちょっとそうそうそう。確かにこっちがエルサル色ですね。うん、どういうこと？エルサル色。なんだエルサル色？で、おしま色。おしま色もちょっとわかんないけど。じゃあ、おしま、いただきます。おしま飲んだみたいな。おしまって名前がすごい。あー、むっちゃね、コーヒーコーヒーしてる。コーヒーコーヒーしてる、うん、もうね、うん、コーヒーの主張が強い。あ、そうなの、うん、うまい。あ、今日俺好き。へぇ、あっさりよりこっちの方が好きです。あ、そうなの。結構あの、おしまの荒々しさをちょっと演出。そんな感じ、もうむっちゃコーヒーを主張してくるんですよ、口の中。なるほど。すごいな、荒々しさ。波打ってますわ。じゃあ僕ちょっとエルサルバドル歌います。お、さっぱり。このコーヒー豆自体があのさっぱりにした方がこう個性を生かせるというか、うん、綺麗な透き通るような味わい。そうですね。で、ちょっと酸味があるというか。そうですね、はい。え、実際ここのお店っていつからやられてますか。はい、2013年にオープンしたのでちょうど今10年経ちました。10周年、はい、10年経ちました。もともと三国の方ですか。もともと三国で生まれて、はい、三国で育って、はい、であの大学でちょっと岐阜の方に行ったんです。岐阜の方、はい、であの8年ぐらいそっちに行って、はい、でこう帰ってきて、はい、であの飲食店で働いてから
コーヒーをやろうと思って一回飲食店で働いてからコーヒー店にした、ね、はい、へー、でもこのオシマとかっていうその、はい、まあ、コーヒーはい、あもうここだけですかね。そうですね、もともと僕はオシマ小学校っていう小学校で、はい、で、結婚式もこうオシマでやったんですけど、はい、ぐらいオシマが好きで、で、なんかこう三国に関わるこのコーヒーみたいなのを作りたくて、で、このオシマをイメージしたコーヒーを作りました。あ、ごめんなさい、ちょっと1個気になったのが、はい、ちょっと今ここにあるんですけど、はい、福井コーヒーフェスティバル2023というのがここにあったんですけど、はい、これ去年もやってましたよね。去年はあの三国の海浜公園というところで、はいはいはい、やらせていただいて、はい、で今回は2回目ということで、はい、ちょっと福井県内をこう転々としながら周遊するイベントにしたくて、皆様11月の4と5ですね、土日でございます。はい、福井コーヒーフェスティバル2023、はい、MC カリマンタン、過去カリでございますので、皆様ぜひ来てください。じゃあ行くか、行きますか、行きますか、はい、じゃあちょっとまたサンセットビーチまで、ちょっといつもお越しください。本当にありがとうございます。待ってますんで、今度待ってます。よりみっち散歩公表しちゃった。ちょっとゆっくりしすぎじゃない、さっき喫茶店で。なんでよ、ちょっともう暗くなっちゃった。いや大丈夫だよ、まだ美味しかったでしょ、だってコーヒーだから。うまかったからちょっと和みすぎたな。いやいいよ、大丈夫だよ。和みすぎてないの。あ、そういう和む場所だから寄り道散歩、寄り道しすぎ散歩やな。知らんけど寄り道しすぎかどうかわからんけど。うまかったな、美味しかったでしょ。ちょっとごめんなさい、気になったんだけどこれ、何これ。これ旗。いや分かるよ、旗は分かるよ。いやいやいや、あー、東尋坊名物崖っぷちシュークリーム。崖か、黒いな、すごいな、なんかだるま落としみたいな感じになってる、ね、何これ。ちょっとあ、ここでやっ、なんかもしかしてやってる、うん、福日より行くか、福日より営業中の旗ある。あ、じゃあちょっとやってみる。ちょっと行ってみこう。まあ、コーヒー飲んだ後はね、うん、ちょっとシュークリームに。なんだ、今日スイーツの会なのかな。散歩の会。じゃあ今日は寄り道の会。寄り道。いやいや、いつも寄り道なんだ。大体いつも寄り道しとるんだろ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。すみません、ちょっと僕ら今この辺散歩してまして、なんか表に崖っぷちシュークリームって書いてあった上りがあったんですけど、崖っぷちシュークリームってどれのことですか。じゃあここにサンプルがあるんですけど、真っ黒ですね。イカスミシュークリームとは違くて、で竹炭を使用しております。竹炭、え、食べれるんですか。竹炭食べれます。へえ、そうなんだ。これはいつ頃から売られてるんですか。一応去年の8月頃に、はい、販売開始してまして、はい、ちょうど1年ちょっと経ったくらいです。へ、はい、なぜこれを作ろうとしたんですか。このオーナーが三国町出身で、はい、その東尋坊に結構ゆかりがあって、コロナ禍とかで、はい、東尋坊の観光業界とかも、はい、衰退していったので、うんうん、それをまあ少しでも盛り上げたいなっていうところがありまして、はい、その東尋坊の崖をイメージして作られました、はい、これは盛り上がりますね、はい、いいもん。だからこんな真っ黒なんですね、はい、あとこの崖プリンってのもあ、はい、あるんですね。これもこれも竹炭を使用してます。竹炭で、そう、黒いプリンだよ。すごすごい。これはどこに崖感があるの。このプリンの上から、はい、ザクザクの生地をかけて召し上がることになってまして、あ、一応そのシュークリームの上の生地になるんですけど、それをかけて召し上がっていただきます。そこで崖をイメージして、うわ、すげえ。じゃあシュークリーム1個と、はい、崖プリン1個、はい、ありがとうございます。お願いします、はい、お願いします、はい、もう俺らにぴったりやん。そうなの、俺ら、あ、崖っぷちってこと。崖っぷちやん、崖っぷちやんじゃないんだよ、自分で言うな。芸歴15年でバイトしてる崖っぷち芸人です。めちゃ近づいてて。さあ、じゃあね、早速この崖シューと崖プリン、はい、崖プリン、じゃあこちらのシュークリームからね。そうやね、これのこと。すごい黒いね、ちょっと。おぎっしりやん、ね、
ぎっしりやん、これ皮が黒いからさ、このクリームの白さが目立つよ、なんかね、すごっ、うまそうやなこれ考えたのすごいわ、先越されたないや、どういうこと先越された、俺らも生涯考えついたかもしれない、なるほどな、じゃあちょっと早速いただきます、甘っ、甘いの、甘っ、甘いんだ、クリーム甘っ、ああだからこの竹炭とか全然感じない、なんかそう炭の香りとかもないんだ、うんうんうん、ああうまそうやね、あこのザクザク食感がいいですね、はい、だってうまこれ、うん、ザクザクの塊あるからこっちはそうな、ザクザクの塊あるから、うん、ザクザクの塊の、じゃあちょっとザクザクの塊の崖っぷち、崖っぷりな、崖っぷり、うん、いただきます、プリンにね、ザクザク食感珍しい、そうね、プリンも硬いプリンやね、なんかトロトロのプリンじゃなくて、しっかりしてるやつなんだ、そう、しっかりしてるプリン、黒すごいね、いただきます、あ、聞こえる、うん、聞こえる、いい音する、うん、おいしい、これ甘さ控えめ、うん、俺の好きなプリン、これおいしいそうなん、そう、最近のプリンでもなんかトロトロ、あ、トロトロね、でしょ、うん、しっかりしてる、うん、美味しいですむっちゃうまいっすわ、崖っぷりこれ、もっと売りましょう、これもっと売りましょう、むっちゃうまい、これいや、これ、ほんと美味しい、すごい、もうよかったよシュークリームもね、美味しいよ、このザクザクの生地と、むっちゃ合いますね、うん、これ海も見えるしね、うん、ここから最高のロケーションや、うん、うわ、今シュークリームうまいいな、寄り道するもんやな、うん、うまごちそうさまでした、ごちそうさまでした、めちゃめちゃ美味しかったです、かったっす、うん、あのプリン甘さ控えめでめっちゃ食べやすかったんですよね、あですか、ありがとうございます、うん、あれ、やっぱこの焼いてるんですよね、そうですね、昔ながらの製法で焼いたプリンになってます、うんうんうん、まあ、そっちの方が俺好き、あ、好き、うん、いやシュークリームもね、クリームは甘めで良かったです、なんかあの黒い中に白いのがインパクトすごいですね、やっぱり、そうですね、はい、ありがとうございます、めちゃめちゃ美味しかったです、でちなみになんですけど、ちょっとここでなんかお店いろいろありますね、そうですね、一応いろんな商品を取り揃えてまして、はい、県外のものとか、はい、県内の美味しいものとか、ほう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 、取り寄せてます、なんかお土産店みたいな感じでもあるんですか、そうですね、はい、東尋坊の帰りに寄ってもらったりとか、あーなるほど、もらえたらいいなと思ってます、いやけど東尋坊で崖っぷちシュークリーム欲しいね、あなるほどね、うん、だから逆にだから行く前にね、行く前に寄るのもありですもんね、うん、そうですね、で帰る時にお土産買って、うん、お土産買って2回な2回行く時と帰る時と、あ確かに、いや本当にありがとうございます、もうこれ見てる方、うん、ぜひ食べてください、マジうまいですよシュークリームと、ね、特にあの崖っぷちのあなた、いやいや誰だよ崖っぷちの、崖っぷり食べるべきマジでうまい、シュークリームもぜひね食べてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、寄り道散歩、いや美味しかったね、何福日和、うん、皆様覚えてくださいお前回しもんか、本当に回しもんじゃん回しもんじゃじゃない、わしは福井県のことを世にアピールするための回しもんじゃん分かったよはい、分かったね、美味しかった美味しかった、コーヒー飲んで、そうそうそう、甘いの食べて、甘いの食べて、今日はここで終わり、終わりません、サンセットビーチ行きます、はい、行きます、行きましょう、いや、うまかったね、行くのもいいんだけどさ、ちょっと雲行き怪しくねえかちょっと寄り道しすぎやでちょっとカフェしすぎた、なになに、カフェしすぎた、カフェしすぎた、なんだカフェしすぎた、聞いたことない、いやだから、うん、コーヒーとか、うん、甘いの食べちゃうでしょ、はい、でくっちゃべっちゃったよね、うん、そうよ、カフェしすぎた、カフェしすぎた、カフェしすぎた、使ってください、いやいや使わない、カフェシス、あれも使わない一人では行くとこじゃないでしょう、あんまりそうだよ、なんかこう友達とねワイワイ、そうワイワイだから、行くような場所だからな、正直俺行ったことないそれはアンに友達がいないっていうことですか、いるよお友達いっぱいよその流れで、うん、サンセットビーチ行ったことないっていうことは、うん、友達がいないということでよろしいですか、いや俺友達いっぱいだよ、あそうなの、いっぱいだよ、けどやっぱり気使うじゃん、うん、お仕事とかさ、うん、で今って俺の友達みんな家庭持ってるからさ、うん、
子供のこともあるでしょ。結果、うん、じゃいないってことでよろしいですか。いっぱいいるよ強がるね。じゃあ9やで、ここ。そうな、急な坂だなこれな。やっぱこう浜辺に向かって急なっとるな。そう、ね、あ、でももう見えてきたよ。あ、いや、いいよね。いいよ、三国って感じやな。そうね、やっぱ海が近いとね。おお、渡ればもうゴールだけど、あえて寄り道散歩はまっすぐ行こう、うん、いや行かない、なんでゴール目の前で、はい、じゃあ渡っちゃいましょう。はい、はい、渡っちゃいましょう。ほら、お、来た、これが来ました、サンセットビーチでございます。ゴール、いいね。いやいやいや、いいね。いやいやいや、いいねじゃなくて、いいねじゃなくて、何、今日光った、光ったね。あ、祝福してくれてんね。違う、俺らのゴールを祝福してくれてんね。サンセットビーチ、サンセットビーチ、夕日、うん、ん、夕日どこよ。夕日見、あそこにあるやん。今のカリマンタンの現状を表しております。これが現状。これが今のカリマンタンの現状や。夕日も見れず、夕日も見れず、うん、ただ雨は降ってない。なあ、中途半端な、コロコロ言ってんのよな。なんだこれ。今来てんじゃない、これ。これ来てるでしょ。来た、ご来光。いや、ご来光って言うかこれ。おお、来てるよこれ。あ、これはちょっとカリマンタン運がいいのでは。うん、いや、運だけに、うん。あ、いいっすよ、でも波高い。あ、でもいいよ、夕日ちゃんと綺麗に見えてきたよ、これ。いいね、いいね。あ、いいよ、いいね。よし、最高。あ、ちょっと、あ、声かけてみます。すいません、こんにちは、こんにちは、こんにちは、なんですかね。あ、じゃあ、ごめんなさい、ごめんなさい、挟んじゃいます。すいません、すいません、すいません、急にお声かけしてしまって、はいはい、ちなみに、こちらにお住まいの方ですか。違います。あ、今日どちらから。愛知県の名古屋から。愛知、あら、名古屋から。名古屋から、何しに。何しに。旅行で。あ、旅行で、へ、なるほど。え、いつ帰られる感じですか。これから、あ、これから車で。そうです、ね。気をつけてくださいね、本当にもう。あ、大丈夫か、娘さん大丈夫。あ、大丈夫かな。夕日に吸い込まれていく。大丈夫かな。待ってくれ。大丈夫。福井は初めてですか。はい。お、うん、初めて。初めて。え、何を目的に来たんですか、今回。河原温泉。ああ、なるほど。河原温泉に泊まって。越前松島水族館。あ、水族館、はい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 。あ、やっぱここはもうなんか有名というか知ってました。なんか釣りに主人が行くので。はいはいはい、なるほど。はい、あそこでよく釣りを動かしてるんですけど。よく来られるんですか。釣りをしに、はい、なるほど。名古屋なのにわざわざね、太平洋のが近いのに。まあまあね、日本海の方に来ていただいて、もうありがとうございます。でもそれだけほら来てくれるってことは、まあ、やっぱり好きとかいいところがあるってことですか。やっぱ魚がよく釣れるので、こちらの方。ありがとうございます。いや、でもぜひまた福井の方来てください。全然来てください、本当に。またね、多分いろいろあると思います、はい、特にね、あの冬の福井は本領発揮なんで、うん、まあね、やっぱね、海の幸がね。そう、海、まあ、カニも冬、はい、解禁されますんで。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます、本当に。はい、いや、夕日が見れました。プーじゃないの、ね、後ろに夕日見れて、うん、カメラの後ろは雷がバーッ光ってるんでね。すごいなってるけど。まあまあ、でもね、目的の夕日がもうバッチリ見れましたんで、よかった。サンセットビーチ、ありがとう。サンセットビーチ、いやー、今年もいい1年になりそうやね。いや、もう半分過ぎたんだ、1年は。まあでもよかった。だからね、ぜひこういう綺麗な夕日見れますんで、皆さんサンセットビーチ遊びに来てください、はい、あの、よかったら僕と一緒に来ていただいたら、うん、いっぱい喋りますんで。なんだ、いっぱい喋る、はい、次回もね、いろんなところ行ってみたいと思います、はい、それでは、寄り道散歩、また次回見てくださいね。見てねー。